はい、それではね、ここからもう3本目、パート3ということで、まあ、第5節、まあ、水曜日開催のね、うん、試合が、我々の収録日が水曜日でですね、まあ、どうしても事前に取っておく、栃木戦を待って取ることがね、難しいので、もう先に、金沢戦の予想をしていきたいなと思っております。で、次節は、次節っていう言い方もおかしいね。第5節はアウェーゲームで、金沢のホームでね、ツエゲン金沢と対戦するわけですが、ね、昨シーズンちなみにアウェーでは 0-1 で負け、ホームでは2対1の勝利でした。なんか結構いい試合するイメージあるよね。でもね、金沢のね、アウェーに弱いイメージある、ジェフって。あ、結構アウェーで勝ててない気がするんだよね。そうなんだ。あんまりいいイメージがないと。いいイメージはない。ゆうやの持ち、ゆうやがさ、めちゃめちゃドリブルして攻撃参加してた試合とか、金沢戦じゃなかったっけ？地獄じゃん。あれ？まあ、かなりね、俺は、金沢のアウェーにはいい思い出がない。なるほど。だよね。だから、いいイメージは持っていない金沢戦アウェーですが、リーの調べ、まあもう聞きましょう。うん。それではね、リーに金沢について解説してもらいましょう。いつも通りいきます。題してリーのリサーチ。はい、では今回もパート2の栃木戦に引き続きツエーゲン金沢の今シーズンの注目ポイントや戦績などを簡単に見ていきたいと思います。ではまず1枚目のスライドをオープン。じゃん。さて、書いてあるのは結構そのままなんですが、まあ移籍に関してですね、新加入選手、放出選手に関してちょっと面白い点があるなと思って簡単にまとめています。ではまず左の方を見ていきましょうか。何か気づくところあります？左を見て全然気づかない。まあ下の方にまとめてるんですけど、まあ去年ね、金沢は、まあまだ金沢って J2 では一桁順位取ったことないチームなんですが、まあ得点に関して言ってしまえば過去最高の得点を取りました。リーグ10位の58点取りました。ただまあそのですね、得点を取っていった選手たちっていうのが結構軒並み移籍しています。それが上に書いてある5選手ですね。まあこれは主な選手5人挙げてみました。フォワード3選手抜けてますね。クルーニー選手、まあこの選手は期限付きが切れて、まあちょっと家族の事情でコスタリカに帰っちゃいました。で、柿田選手、鹿島から期限付きの選手が8得点、チーム最高得点ですね、挙げた選手や小松選手。で、このミッドフィルダーの加藤選手、山形に移籍したの、この選手もとっても大きいですね。そして横浜 F ・マリノスに個人昇格した山本選手ですね。まあ身長も高い選手です。セットプレーあったりしましたね。この選手たちだけで5人で30点稼いでます。すげえ。そう、半分以上が抜けちゃったんですよ。放出。そう。しまったのか。まあもちろんね、そう、得点力としては結構大きいわけですよ。で、残留した選手、得点王、残留した選手の中の得点王は、左サイドの大石選手。ルーキーだったんですけど、6得点です。ただ、大石選手、前回の新潟戦、怪我で出場していません。ジェフ戦出るか危ないです。あらあらあらと。まあ、喜んでいいのか悪いのか。今年、そうだね。まあそうなんだけど。まあだから、で、実際1節2節もですね、無得点で来てたんで、結構、栃木 SC と同じように、攻撃に今年は課題を持ってるのかな、得点力に課題を持ってるんじゃないかなと見ていました。で、一方、今年の新加入選手と一視点しましては、ルーキーが結構多かったんですね、前線。ほとんど、一人しかね、多分ね、ルーキー以外は補強してません、前線に関しては。それが、ルカオ選手、後でも注目してみます。鹿児島から来ました。ただ、鹿児島ではですね、まあ、結構、10何試合出て半分以上は途中出場で3得点しか上げれてません。まだ実績なかなかない選手ですね。で、他は前線はルーキーだけ。ディフェンスもサイドバックの下川選手やセンターバック山田選手獲得しましたが、まあ、新加入選手で言ったら、ここに上げてる選手だと、プラスで言えば、埋めれたのは30点中7得点。うーん。なかなか、そう、前評判だけ見ると、
あれ穴埋められてるのかなって感じですね。怖いね、ちょっと。そう、どうなんのかなって感じはするんですよ。ただ、ただ、で、僕は結構一節二節見てて、まあ結構前評判通りなのかなと思ったら前節波乱が起きました。さて、次のスライドに行ってみましょう。VS 新潟、5対3で金沢の勝利。やってくれたよね、本当に。やってくれたよ。この試合に関して、言いたいこと多いだろう、だってもう。いや、マジ解説泣かせだわ、これは、本当に。いやね、ただ、ただ、まあね、試合とかハイライトとか見てくれた人はわかると思うんですが、新潟これ結構ディフェンス、やばかった。崩壊もいいとこだよ。ちょっと。そう、金沢の崩しもまあもちろん良かったんだと思うんだけど、まあ結構ね、そう、2年目のゴールキーパーの藤田選手とかの結構ミスも多かったり、ディフェンスの寄せが甘かったり、セカンドボール奪われたりとかって結構ひどかったから、この5点をどう見るかってとこなんだよね、千葉戦に関しては。まあそうね、不運な失点も多かったからね、新潟からしたら。まあそうなんだよね。でもこの3失点っていうのはね、結構新潟にいい感じに崩されてる部分もあったから、攻撃としてはチャンスはあるのかなと思ったりしますけどね。なるほど。まあ5失点どう見るのかっていうところもちょっと踏まえつつ、じゃあ金沢戦の、今シーズンの金沢のポイント見てみましょう。次のスライド、ドン。はい。開幕2戦無得点から突然の5得点。これをどう見るか。メンバーはほぼ変わっていません。さっきも言った大石選手がですね、左抜けちゃいました。ルーキーの西田選手が入った。正直ミッドフィールダーよりもそのくらいなんですね、変わったの。メンバー変えたとかでもなく、もちろんシステムは4年目の、柳下監督。なんで今更突然スタイルを変えるわけでもない、何の5得点だったんだってことですね。なんでちょっと金沢に関しては第4節ちょっと注目かもしれないです。そうですね。何点取るのか、何失点するのか、はたまたゼロなのか、引き分けなのかっていうところですね。そこの評価もちょっとジェフには関わってくるかもしれないですね。なかなかこの新潟戦だけの評価で新潟が、あ、金沢が危険だ、いや危険じゃないとか言うのはちょっと怖いかもしれません。そして今年の新潟じゃないですね、金沢の特徴としてはですね、丸2番ですね、まあ攻守の要、先ほど30点分のあのフォワードたちであったり、横浜 F マリノスに移籍したセンターバックの要の山本選手抜けました。ただ唯一ほぼ変わってないのがミッドフィルダーですね。とても安定感があります。右サイドの金子選手であったり、ダブルボランチの藤村選手、大橋選手なんていうのは J2 トップクラスの安定感ですね。まあそこが、で監督はもう名将の監督で4年目になりました。スタイルもだいぶ浸透してるんじゃないか。そして監督としてもね、まあ、4年目って言ったら結構勝負の年だよ ね、まあ、そうね、実績そろそろ残していかないととか、まあ新潟でも一桁順位結構全盛期あったよね。そう。だから、今年はちょっとね、不気味だよね、うん、本当に。ちょっと評価、順位予想がしにくいチームの一つではあります。まあ、今年ちょっと J2 自体が、全体がそういう中でもトップクラスでちょっと、どうなるかわからない。そして、メンバーとしましては、そう、さっきも言った通り、ミッドフィルダーより前はほぼ、メンバーが固定です。その中でも、2トップっていうのは、ほぼ全試合固定。今まで第1節2節得点がなかったにもかかわらず、ルカオ選手とルーキー加藤選手で固定されています。これは相当期待がかかってると見ていいんじゃないでしょうか。なるほど。というところで、まあそう、相当期待がかかってるってことは何かあるんじゃないのかな、注目すべきじゃないのかなと思っています。不気味ですね。そう、今年は怖い。したらじゃあ、まあこんな不気味なツエーゲン金沢と、まあジェフはまあ、第5節に戦うのですが、まあ、いつも通り、どんな試合になるかなっていう予想をしていきたいんだけど、まあ、栃木戦を挟むからさ、まあ、予想といっても結構難しいじゃんね。栃木戦見ないとまたジェフがどうなってるかとかもさ、あるから。まあね。だから今回、まあ、単純にスタメン予想とかするんではなくて、まあ、こういう選手そろそろ使われたりするんじゃないかとか、まあ、いつもやって、キープレイヤー、まあ、注目選手みたいなのを上げて いきながら話していけたらなと思っております。
まあ、ということでね、まあ、メンバー一覧見てみて、まあ、スターメンでさ、うん、去年ずっとスターメンだった選手とか、まあ、最近出れてない選手とかも多いじゃないか。そうね、変わったからね、だいぶ。まあ、見たい選手とか、そろそろこの選手使われるんじゃないかとかいう選手、B 的にはどの辺が。いや、僕はね、そろそろ結構好きな選手としては、まあ、挙げるとすれば3選手で、まずは、まあ、2選手とか出たんだけど、荒井木選手。はいはいはい。で、まあ、ミッドフィルダーだと、あと、まあ、ミキ選手かな。まあ、ちょっと出たけど。ミキ選手ね。あとは、もう、佐藤久人選手です。まあ、そうな。コーリーはあれだもんな。広島から好きだもんな。そうね、広島、ね。広島が好きだったからな、久人もな。そう。まあ、でも、そろそろさ、なんかセンターバックとさ、ボランチって変えづらさはあるけどさ、変えていかないと、まあ、連戦が続いて大まあね。変になってくるって考えた時に、まあ、岡野選手見たいよ、帰ってきた岡野。大分だっけ？大分行って、レンタルで。ね、まあ、天皇杯とかで出てたけど、ね、J1 経験してきて、まあ、成長した姿見たいし、まあ、ボランチね、ボランチのところも、まあ、アンドリューのコンディションとか、まあ、どうして、そうだね。含めて見たいところもあるし、あと、小島選手。うん。試合作る能力も抜群ですから。まあ田口選手と変えるなら小島選手なんじゃないかな、僕は思ってます。ああ、そうなんだ。まあ確かにね、パスも通せるし、パスも通せて、まあ守備も頑張れるし。あれは工藤は、工藤選手は、ああ、まあ工藤選手はね、田口選手のとこじゃない、使うな。俺が使うならシャドウで使いたい。工藤もうちょっと前のところ、まあね、まあね、2列目の選手だな。そう、山下選手みたいなところで使いたいかな。なるほどね。まあ、あと、まあ、練習、なんかさ、インスタ、ジェフのインスタとか見てて練習試合の様子が見ると、まあ、ソロモン、そろそろ、うん。点決めてたよね。うん。確か、水戸戦、水戸の練習試合で。まあ、確かに、ツートップって考えるんだったら、全然途中出場とか全然あるよね。ね。うん、まあ、クレーベと変えてソロモンとか見たいね。なるほどね。見たいな、確かに。見たいよ、ソロモン、そろそろ。いや、古川大吾とかもさ、昔なんか結構使われてた時とかあったからさ、やっぱそろそろユース上がりの選手をね、見たい。見たいね。ところはあるね。鳥海選手とかも入ってたよね、ベンチ。まあ、面白い。まあ、ボランチとかもさ、やらされてた時とかもあるからね、それこそ。去年結構3バック張ってたけど。そうね。鳥海選手も面白いんじゃないかな。って考えると結構、結構さ、半分以上変えてもいい感じのチーム組めそうだよね。まあ結構選手層が厚いっていう言い方はできるんじゃないかと思うんだよね。で、まあ連戦を乗り越えていく上でね、やっぱりどうやってどこのタイミングで選手休ませるかっていうか、まあ変えてみるか、まあいい流れの時に変えづらいのはわかるけども、まあしっかりとコンディションがいい選手をね、使ってもらっていきたいなと思いますよね。そうだね。したらじゃあどんな試合展開になるかなって、金沢戦予想はこんな感じかな。まあミッドフィルダー対決。そうだね、どっちも熱い。ミッドフィルダーは、まあどっちも熱い。で、まあなんかパート2き、パート1で話したのか、打たせてんのか打たれてんのか分かんない、ね、守備してるなっていうやつ。いやー、金沢打ってくるよ、かなり。いや、打ってくる。もう新潟戦も見ててもそうだけどさ、うん、ペナルティエリア外からかなり終盤のやつらが打ってくる。それが2点くらいそれで入ってるしね、現に。ボランチで結構試合組み立てていく感じがあるからね、あのチームは。そうね。まあだってさ、言ってしまえばアンドリューだって金沢だったからね。金沢の10番ですから。確かに。ゆかりがあるんだ。ゆかりはあるでしょ。関わりあるよ。まあ、ミッドフィルダーのね、層が、まあ、バトルがね、楽しみじゃないですか、ボランチ同士で。もってそのシュートのこぼれ球への反応がね、かなり鍵じゃないですか、ね。うん、まあやっぱりコーナーキックとかの時もね、こぼれ球詰めが遅かったりとか、ジェフ今あるから、まあそのセカンドボールに対しての反応、こぼれ球への反応っていうのはかなりもうジェフがこの先、金沢戦以外にもね、もちろん頑張ってもらいたい部分であるんじゃないかなと。そして最後、うん、サイド。そうだね。まあなかなかスタメン発表の時とかも結構サイドはね、誰選ぶか迷うところもあるんだけど、まあそうね、いつも悩むのは右サイドだよね。やっぱジェフの右サイド、相手が左サイド、ね、そう、右サイドには金子選手っていう、まあ結構ガンガン攻めてくる選手もいるし、左には前節
新潟戦で得点決めたサイドバックの下川選手なんていうのもいるから、結構この杖源金沢戦もサイド鍵かもしれない。なるほど。まあやっぱジェフのサイドバック事情はね、結構厳しいところあるんじゃないかなって。そうだね。まあ頑張ってもらいたい。で、じゃあスコアも一応予想しておきましょう、うん、最終スコア予想は僕は1対0でジェフの勝ちっていう予想をつけました。いいわ。僕は2対1。ついに1失点を屈する。まあちょっと一応この5対3の5得点をちょっと踏まえてみたという感じはするんだよな。あ、なるほどね。まあね、ちょっとこのスコア予想もちょっと難しかったからね、どうなるかなんて。まあね、先のことだから。ただまあ結構、ね、まあでも俺は期待を込めてクリーンシート。なるほどね。まあでも結構可能ではあるかもしれないね。普通に1節2節0点だったわけだし、まあ、強豪松本とかなわけで、うん、でもね、点は取れる気がするんで、金沢の守備から。なるほど。少なからず。わかんないけどね。根拠はないけど、点は取れるんじゃないかっていう予想はある。まあ、水戸戦見てるし、ね。で、まあ、クリーンシート。そうね。水戸戦見てるし、まあ、金沢の守備見てても。うん。っていうところはあるから、まあ、1対0で勝ってくれるんじゃないかという予想です。なるほど。で、まあ、注目選手。我々が今回挙げた注目選手は、この方です。ユン・ジョンファン監督です。いや、もう誰使うんだと。誰スタメンで使うねん、水曜日。そう、これはあれだよね、監督を注目してみろっていうよりかは、お前はどんな采配をしてくれるんだ、誰を使ってくれるんだっていう期待を込めて、そう、ユン・ジョンファン監督がどんなターンオーバーとかを見せてくれるのか、まあ、結構ね、はたまたこれからの予想にも関わってくる。いじらずに来るかもしれないしね。そう、こんなに俺らがこの選手を使ってほしいとか話したけど、結果もうスタメン変えないみたいな可能性もあるから、まあ本当に注目じゃないですか、ユン・ジョンファン監督のスタメンに注目。スタメン、まあそうね、どんなスタメン、なんかスタメン予想してる人たちがさ、どんなスタメンになるか注目してみてくださいっていうのは変だけど、まあ本当にそれくらいまだね、1試合ね挟むから、俺たちがこの予想した後に。なのでまあちょっとね、気が早いですが、まず今シーズンね、初の連勝を目指して栃木戦まず戦ってもらって、そしてまあミッドウィーク開催、水曜開催のね連戦を乗り越えて、まあ好調をキープしてもらいたいなと思っております。はい、ディレクターのゆうです。次回の動画では11日の第4節栃木 SC 戦と15日の第5節杖源金沢戦の解説と感想、そして第6節の東京ヴェルディ戦について予想していきます。第4弾も今回のように、3部構成でお送りする予定ですので、お楽しみに。いやー、どうです、3回目、もう3本目でより早いな。早いね、意外とね。意外と早い。そしてきっと今までよりは短く見やすい動画になったんではないか、まあ、頑張ったねと信じたい。再生数伸びてくれると嬉しいね。嬉しいね。話足りないくらいがちょうどいいのかもね、これからは、うん、かもね、うん、かもね。もう何でもかもねってつけとこう。そうだね。まあ、ちょっとチームによってはもしかしたらまた長くなっちゃったりするかもしれないけど。そうね。そうかもね、うん。かもね。はい。まあ、これからね。まあ、ヨーロッパではシーズンが終わりに差し掛けてて、まあ、J リーグはここから盛り上がっていって、うん、またね、5000人かな？そうだね。確か。観客増えて。だんだんとスタジアムに。ね、そう。増えて。まあ、通常のスタジアム、にね、なるかは、いつになるか、いつね、いけるか分かんないっすよ。俺もまだ5000人のやつ買ってないし、そうだね、予定つかなかったから、まだダゾーン観戦が続くかなとは思うけど、まあ早くスタジアムに行って、まあ気さくのソーセージを食べながら、ビールを飲んで、試合に勝って、ハッピーで帰りたいところです。そうだね。俺だってね、水戸戦ね、気さくのソーセージ食べたすぎて、俺ソーセージ自分で焼いて、ビール飲みながら試合見たんで、そういや。気持ちは分からんでもないけど。まあ、勝って酒を飲むのはうまいからね。まあ、勝ちたいね。
そうだな。まあね。まあ、そんなところで、まあ、いい試合見たから、このままいい試合続けてほしい。うん、まあ、そんなところで、今回の動画もここまでにします。Twitter と Instagram をやっていますので、ぜひフォローしてください。まあ、SNS からもどんどん発信していく予定です。こちらの方もお楽しみにしていてください。チャンネル登録、チャンネル評価の方もよろしくお願いします。お願い事がたくさんあって申し訳ありませんが、よろしくお願いします。それではまた会いましょう。柏には負けられないをお送りしました。プーと、リーでした。バイバイ。 See you!